リリフファァイイトトお疲れ様でですすクラブのガイです今回はですね初めの一歩の実写版といいますかねこれ多分ミュージカルっていうところになるのかなまあでもみんなで歌ったり踊ったりっていうのじゃなくてきちんとねアクションしてるんですよそれから細かい心理描写をスローなストップモーションを使ったりとかねうーんこれすごいっすね151分ぐらいのこれ実際の舞台なんですよ うん、つまりお客さんが入ってリアルタイムでこの状況を見ていると。だから編集とかなんとかじゃないんですよね。でもこれがビデオ化されたことによって、まあ、いろんなね、カメラワークによってさらに臨場感が出てるんですよね。会場で楽しんでらっしゃる方はライブ感があったと思いますけども、これは今回ね、私の場合は DMM テレビで見たんですけども、この151分、2時間半にこう、まとめられたっていうかね、 ま、これは舞台なんで、まとめという編集はしてないわけですよ。しかし、リアルタイミングな、あの、これリアリティになるね、カメラワークによって、この、初めの一歩の魅力がね、最大限引き出されてるなと思いました。もちろん、高村とかね、それから、伊達チャンピオンとか、ウォルグさんとかね、こういった私たちがどうしても出てほしいメンバーには、きちんと出てもらってるところもありますし、あの、マシバも出てるんですよ。それから、当然ですけど、クミちゃんも出てますね。 えー、幕の内一歩のお母さんも出てるし、あ、そうそう、梅沢くんも出てるんですよ。非常にね、登場人物も、漫画に出てくるキャラクター、ほんとそのまんまなぞられていて、えー、ものすごくね、感情移入できること、受け合いです。このリアルファイティングはじめの一歩、実写版、ミュージカルなのかなこちらの方ね、多分、見てない方が多いと思いますし、気づいてない方が多いと思うんですけども、これを機会にね、 うん、一人でも多くの方にご覧いただければと思いますね。すごくいい作品でした。151分。最初から最後までワクワクしながらね、見れること、受け合いでございます。それでは、お楽しみに。いってらっしゃい。